新大村駅は長崎県大村市上松3丁目にある jr 九州の駅です西九州新幹線と在来線の大村線が乗り入れています西九州新幹線開業に合わせて大村車両基地駅とともに西岸駅として設置されました2015年平成27年6月駅高架橋の土木工事に着手 2020年令和2年11月駅名が新大村駅に決定する2022年令和4年9月23日西九州新幹線の開業とともに新大村駅も開業新幹線ホームの下に在来線の駅舎と観光案内所があります出入り口は2カ所あり東口は桜口西口はさざなみ口と呼ばれます 桜桜口には伊藤園がが寄贈した桜の木が植えられていますなぜ清涼飲料水メーカーの伊藤園が新しくできた新幹線駅に桜の木を寄贈したかというと伊藤園は2019年令和元年から「大いお茶」の売り上げの一部を桜の保全活動に充てており新大村駅が建てられた大村市は篠原が。 大村桜桜ととといいううの花でであるから寄贈が行われたということです少し細かいことかもしれませんが新大村駅の新幹線ホームの可動式安全柵のホームドアの色はピンクとなっておりこれは大村桜のピンクから来ているのでしょうねちなみに隣の嬉野温泉駅はグリーンでしたがこれは嬉野がお茶の生産地だからだと思われます 新大村駅の新幹線駅は相対式ホーム2面2線を有する高架駅で在来線の大村線は単式ホーム1面1線を有する地上駅となっています新幹線と大村線の改札口は別で新幹線は自動改札機であるのに対し大村線は改札がなく無人駅扱いになっています新大村駅の開業により 稚内駅からの最長片道切符の終着駅が港北駅級肥前山口駅から当駅に移ることになりました肥前山口駅今の港北駅は一般の人にはあまり知られていない駅ですが鉄道ファンにとっては最長片道切符の終着駅として有名でしたしかし西九州新幹線開業と同時に港北町の名前を広めるために肥前山口駅から 江北駅へと解消し、それと同時に最長片道切符の終着駅の称号もなくしてしまいましたね。西九州新幹線開業前の最長片道切符の日前山口駅伊勢のルートは、日前山口駅から諫早駅、廃棄駅、竹尾温泉駅、日前山口駅でしたが、開業後の江北駅伊勢のルートは、江北駅から諫早駅、廃棄駅、竹尾温泉駅 大村駅となり、竹雄温泉駅から比前山口駅の間の13.7キロが竹雄温泉駅から新大村駅の間の32.2キロに置き換わりキロ数が18.5キロ増加しました。ちなみにこの新ルートでの達成者第1号は鉄旅タレントの伊藤桃さんだそうです。